ニッパヤシはヤシカの植物であり、熱帯から熱帯の干潟などの長官帯に生育するマングローブ植物。なおニッパヤシ属で現存するのは本種一種のみの一属一種であるが、金年種の果実は7000万年前の地層から化石として発見されている。高さ9メートル前後に達する常緑の小高木。 湿地の泥の中に二差分子した根茎を伸ばすがに、差分子をすることは、種子植物では、数少ない例である。茎はなく地上部には、根茎の先端から太い傭兵と浮上の服用を持つ、数枚の葉を、束製する。葉の長さは5から10メートルで、小葉の長さは1メートル程度で、線上皮神経、前縁、角質で光沢があり、先端は尖る。下記には、 葉の付け根から果樹を伸ばし、長さ80から1 0 0トル程度の細長い、お花樹を呼び、その先端に、球状の芽花樹をつける。芽花樹は、東上果樹で、お花樹は、お城果樹である。花弁は6枚。花季の後、メ花ナ樹は、棘のある直径15から3 0トル程度の、球状の集合花となる。インド及びマレーシア、ミクロネシアの海岸に生育する。 日本では、沖縄県の入表島及び内里島のみに分布する。日本では、沖縄県入表島の2カ所、内里島及び船浦湾のみで自生が確認されている。そのうち1カ所、船浦の日本橋群落は、日本の天然記念物に指定されているが、上流で行われている森林伐採や農地開拓に伴う土砂の流入による根景の埋没や、 他の樹木の生育による遮光による弱体化や腰に加え、園芸目的の洞窟などにより、個体数が減少を続けており、群落自体の衰退が危ぶまれている。環境省レッドデータブックで、絶滅危惧合 A 類、沖縄県レッドデータブックで、絶滅危惧合 A 類に、評価されている。西表島船浦湾には大規模な、マングローブ群落があり、 日本に7種類存在するマングローブ植物のうち、おひるぎ、メヒルギ、やえやまひるぎ、ひるぎもどき、ひるぎだまし、にっぱしの6種類が存在する。またここは、世界のニッパヤし分布の北限であり、個体数も少ない貴重な植物群であることから、自然保護に関する数々の指定を受けている。群落は、 船浦湾に注ぐヤシミナト川を遡った、汽水器にあるが、ジャングルの中であり、徒歩でたどり着くことは困難。2003年頃より、群落の海空度確保のため時間のお昼儀等を、伐採する、等、群落の回復が試みられている。しかしながら、本群落では開花はしても結実することは稀である。本群落の個体は、遺伝的バリエーションが少なく、 単一の個体が栄養成長で増殖したクローンである可能性がある。内里島ニッパヤシ群落は、島北東部の湿地帯に存在する。船浦、ニッパヤシ群落と比較して、個体数が多く、開花に伴って結実も行い、無人島であることから、人的な環境拡乱の影響を受けにくいため、保存状況がよく安定している。1983年。 船浦のニッパヤ足群落とともに、環境省の特定植物群落に指定されている。ニッパヤ足の葉は軽く繊維質で丈夫であるため、植生が豊富な地域では、屋根材、壁材として利用される。特に、フィリピンでは、伝統的に竹を骨組みとして葉を編み込んだものを作り、屋根材や壁材として用い、伝統的家屋を建設する。 日パヤシの屋根は風に強い上、風通しが良く、特に台風の多く湿度が高い熱帯アジアの風土に適している。また同様に、マレーシアやインドネシア等ではカゴを編む材料として用いられる。開花前の家計を切断した部分から逸筆つつする樹液は糖分が豊富で、パームシュガー、チューバやトワークと呼ばれる、ヤッシ,シュ種。 主ニッパなどと呼ばれるヤシスの原料とされる。また、バイオエタノール原料への検討も行われている。未熟化は、アタップチーと呼ばれ、半透明の団子に似た、食感、外観の食品となり、東南アジアや香港のデザートに使用される。プラントマテリアルハット ABC 線裏、ニッパヤシ植物群落保護林の受精回復試験に、 ついて入り表森林環境ふれあいセンターのべただし a b ニーサと高かず、鹿島みきを日っぱや海底、沖縄県の絶滅の恐れのある、野生生物、レッドデータ、沖縄対沖縄県文化環境部自然保護科編、2006年、211から212ページ。文化庁編史赤名所天然記念物。 指定目録より59、天然記念物特定植物群落一覧表その3、環境省、第2回自然環境保全基礎調査、検討開始領収4から2から3日本の重要湿地ナ、no. ンバー497船浦湾と流入河川、環境省植物群落保護林、農林水産庁林野町九州森林管理局の保護林天然記念物船裏の日林の遺伝的、 多様性日本植物分類学会ボリューム50ナンバー2ピアニッシモ201から205フィリピンポホール島におけるマングローブの伝統的利用とその開発による影響について人文論争三重大学人文学部文化学科研究企業ボリューム18ピアニッシモ1から17ありがとうございます